一郎、人生を変える出会い。こんにちは、早川洋平です。この番組は、YouTube ポッドキャストで毎週お届けしています。今日は第245回です。北川先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、前回は大谷選手、マンダラチャート、オリン、はい、日本人というですね、なんかこう、話でこう身もシャンとしたんですが、今日はですね、身もシャンとしつつ、ちょっと僕が個人的に伺いたいことでもあったんで、テーマにさせていただいたんですが、先生のご著書をね、読んでる方であれば、そしてこの番組聞いてる方であれば、何度も耳にしたことがあると思うんですけど、投げた矢は必ず返ってくると。はいはい、あ、そうなんですね。本当に入ってきますね。はい、その通り。先生がおっしゃったように、まあね、良きことも、悪しきこともだと思うんですけども、やっぱり先生が番組でもおっしゃってたように、特にどうでしょうね、40代、まあ50代あたりからその辺が如実に出てくる。感じるようになりますよね。で、投げた矢、いや、もうすぐ返ってくる。こともあるけど、はい、時間差で後になってドーンと返ってくることもたくさんありますよね。はい、まとめて返ってきたりとかに、ね、うん、うまくごまかしたように思ってても、なんかまとめてドーンと返されるっていうか、すごい亀の摂理みたいな、これはもう絶対の摂理ですね。これなんでっていうのも変です。なんでやっぱり人生の後半なんですかね。まあ、言われれば確かに積んできたから、なんとなく後半で折り返しで来るよっていう、分かるような、分かんないようなんですか。先生どう思うか。勢いがあるときは、それと神が投げ返してきても、こう、それを痛みに感じないと思うんですね、こう。パッと過ごしてしまう。ところが、やっぱり、帰ってくるときは、自分が一番弱いときとか、弱ったときとか、苦しいときにドーンと、こう、だから、よく言うように、なんかね、二重になって帰ってくるっていうか、目の上の単行部じゃなくて、もう一つなんか、はい、よく言葉があるじゃない、言葉だがね、うんうん、二重になって帰ってくるっていう言葉だがあると思うんですけども、すぐ出てこないな。重なってやってきますね。というのは、やってくるのは、やっぱ、その人が痛みを感じてこそ初めてそのことが解決されるっていうところが、この世の法則だと思うんですね。だから勢いがあるときは、それをこう、パンと跳ね返したり、また気がつかなかったりすると思うんですけども。あ、弱り目にたたり面ですね。あ、弱り目にたたり面。そう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 。そういう言葉があります。そんな風に、自分が弱ったときに初めて、なんか、神はちゃんとこう、ズキンと来るような、トラブルを、悩むようなトラブルを、こう、結局、なんであんなことやってしまったんだろうっていう、こう、反省ができるような事件を後でちゃんと打ち付けてきますね。これ、先生おっしゃったように、やっぱり、まあ僕今41なので、まあね、徐々にというか、それか、まあひどい矢をいっぱい投げてたから、もうちょい早く、30代の後半ぐらいからちょっとずつ、やっぱりその投げた矢が返ってくるのが徐々に来てるんですが、なんて言うんでしょう。そんな不徳の致すところで恐縮ですけど、やっぱり、そういう時、この投げた矢が返ってくるってことを知っていて、だから、まあ、知ってからはできる限り、まあ、まだまだですけど、やっぱりね、まあ、投げるとしても良きものをっていうふうに思ってるんですが、とはいえ、この41になるまで、今まで、悪しきことを多分、そういう矢も投げてきたので、実際、なんて言うんでしょう、そういうものが返ってきた時、こう、私たちはどう過ごせばいいでしょう。それは物理的な部分かもしれないですし、心理的な部分も含めて、いわゆる投げた矢が返ってこない、来ることを知ってなきゃいけない。だから普段きちんとした行動っていうのは分かるんですが、とはいえ、僕の口癖、とはいえ、使わせていただきますと。とはいえ、もうね、20代、10代とか30代の時にしてしまって返ってきたものに今、苦しんでいる時はどんな心持ちすればいいんでしょう。まあ、それはちょっと詳しくこうお話ししないといけないんですけど、もう一つの あれがあると思うんですよね。なんか捉え方っていうのはこう、はい、努力は決して裏切らないっていうプラスの言葉があるんですね。はい、で、投げた矢は返ってくることと同じ中に含まれることに、なした努力はこう努力は決してこう人生を裏切らないっていうのがあるじゃないですか。だから、それはマイナスのことだけではなくて、プラスのこともあるわけで、入ってるわけですね。なした努力は、
必ず、まあ、オリンピックの選手たちはみんな言ってやってた、はい、言ってましたね、まあ、努力したことは返ってきたっていうね、でそれは成果だけじゃなくて気持ちの上でも返ってきたっていうようなことがあると思うんですね、はい、ですから、まあ、それをわけを知りながらやっていくっていうのは、はい、その神がこの法則を作った意味っていうのは、まあ、マイナスのことの言えばそれが痛みがあって、うん、相手の人たちにこう苦しみや悲しみや切なさを与えたっていうことをこう悟らせるためにあったと思うんですね、うん、で同じ苦しみを味わった時にそれがこう相手に対してごめんなさい、俺が自分が成した罪が自分に返ってきたんだなと悟ることによって人間が向上するように作られた仕組みの一つだと思うんですね、うん、だからその時は素直にああこんなことをやったのは人に対して自分が欲がかさみすぎたんだ、人のことを考えずに自分の都合ばっかりで自分のなんか自己中でやったからこんなに苦しんだんだっていうことに気がつけば僕それでいいと思うんですね。で気がついた人はそれからあんまりこう人を傷つけたり悲しませたり嘆かしたりすることをこうやめたり少なくしたりすると思うんですね。そしてもう一つはそこに生じるやっぱりなんか両親に感謝、友達に感謝、だから上司に感謝、社長に感謝、周りの人々に感謝っていうことが生まれてくるようになるための仕組みだと思うんですね。だから素直にそっちの世界に行けばいいと思うんですね。またまあこう帰ってきたらもうやらなきゃよかった、もう死なんぞとか言ってそこで、なんか感謝とか自分のしたことに罪を感じなければまた犯してしまうから、うん、いつまでもこう何回も何回も同じ苦しみがあってなんで俺ばっかりっていうふうに捉えてしまう人がいますよね、うん、でもそうすると先生おっしゃるように何て言うんでしょう、やっぱりその何かが起きた時にそれをまあね、あまた来たやとかこういろいろも辛いな苦しいなだけで終わるのか、それをやっぱりどう捉えてその次に生かすのかってシンプルですけど、やっぱなんかその積み重ねでかなり変わってきそうですね、うん、でどう捉えるかということの場合も俺はやってないとかこう向こうからやってきたとかいう、こう罪を向こうにかぶせる場合があるんですよ。何もしてないのやってきたんだよねとかいう、でもその時もよく考えればその子を出したことの入り口には必ず自分が立ってるんですね。そのことに関わったとか導入したとか、はい、引き入れたとか、うん、それに近づいたとか、はい、で特には自分の欲というものが必ずあるんですよね、うん、だから、まあ、煙のないところに火のないところに煙は立たないという言葉と同じように起きた事件、起きたトラブルの入り口にどんなに罪が少ないと思っても自分が必ず立ってるということをやっぱり感じないといけないんですね。やっぱり自分が旗振ってたなとかここだよとかいう欲を立ててたような確かにあるんですよね。だからそれを知ってなんか少し純粋性というか人々の喜びの中に参加するようになっていけば、こういうことは起こらなかった、もしくは自分の欲を少なくして相手の取り分をもうちょっと多くしてあげれば、なんか喜ばれたっていうことに気がつくようになると思うんですよね、なんかだからそのことを知って素直にそのだからこういう理論をしておくとそのことに気づくことが早くなると思うんですね。そうですね、何も知らないよりもそのことを教えてもらって、ああやっぱりこう自分の欲が勝ってたなっていう感じると、その人は素晴らしくこう向上すると思うんですね、うんうんうん、でも面白いというのもまあね、その時々はやっぱ苦しい辛い部分はありますけど、先生おっしゃったようになんか自分の失敗というかいろいろ投げたり帰ってきた時振り返ってもそのね必ず成したことを元には入り口に自分立ってるって今おっしゃいましたけど、なんて言うんでしょう、特にその20代とかの時とかってなんか多分先生がよくね天の目を意識しなさいっておっしゃってくださってて、それ最近本当に僕毎日のようにそれをまさに意識して助けていただいてるんですけど、何が申し上げたいかというと必ず何かちょっとまあほんのちょっとのこう慢心とか悪しきこと、それこそ別に全然犯罪ではない、もうね誰にも分かんないし誰にもすごい迷惑かけたってわけじゃないと思ってることでもなんか自分でちょっと気づくじゃないですか人間って、やっぱり
うん、でもとりあえずまあいっかみたいにこのくらいはいいかってなるもんね。でも絶対それってさっきの先生冒頭でおっしゃったように、なんかね、世の真理というか法則なのか見逃してもらえないですね。それとなんか汚れた欲は必ずなんか嫌なこと、トラブルを巻き込んで帰ってくるね、うん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 、オーバーした欲とか、あ、うん、世の中にある汚いものが混ざりながら、ちょっと俺はちょっとずるいかなと思いながら成したのは必ずトラブルも一緒に達成と、そのことは成し遂げられるけれども必ずそれにトラブルもひっついてくるという、うんうん、経験をたくさんしてきましたね。そうですね。でもまあ先生おっしゃったように、まあだからこそというか、とはいえ逆にその努力もそうですし、今からでもまあできることをやっていくとまた変われる部分もあるということですね、プラスの意味でも。そうです。昔の人がよく身の程知らずとかいう言葉がそれに当たると思うんですね、はい、うん、オーバーした欲はなんかあのトラブルとなるっていうのは身の程知らずこんなことをやって、ああこれやっぱ自分の身の丈のことをしないといけないなとかいう、もっと実力を身の丈のことをするというのは、やはり人々に、はい、あの好意とあの向上心やから喜びをもたらしていくことがこう優先するということ意味だと思うんですよね、うんうんうん、自分の欲を相手に押し付けるのではなくて、はい、相手の喜びも必ず含んだと好意を、その中に好意を入れて優先していくと、うん、それがうまくいく、それをやるとこう身の程を知らずっていう言葉がこうやってこないと思うんですね。確かに日本語よくできてますね。だから昔の人もみんな気づいてたんですよね。あ、でそれを具体的に僕らが教えていくのが僕らの仕事だと思うんですね、はい、それはこういうことなんだよっていうか、たった数文字ですけどね、そういうことわざというかね、いろんな言葉に本当含まれてますね、うん、そうそう。だからでもだんだんなんとなくそれを見過ごしてしまうから、まあ、分かった人やその気がついた人やそれを解くのが僕らの仕事だと思うんですね、うんうん、いやなんか先生にねこう出会わせていただいていろいろ解いていただいてですけど、まだまだ不安と心配症のもともと塊の人間なんで、おかげさまで本当にいろいろありながらもというか、多分あるんでしょうね、起きてる事象としてはいろんなこと今もあるんですけど、やっぱりなんかその弱り目にたたり目で、数年前なんかこれが5個6個一気に来るのみたいなこと昔あったんですけど、かなり減ったかなと思いたいですね。やっぱこの先生の今までの、まあ、あのかなり減りましたね。こう痛い目に遭うとね、はい、あのやっぱり人間ってのは少しずつ、だからやっぱ神様がよくしてて、痛い目に遭わないとあのなかなか悟らないっていうところがあるのを知ってるのかなと思いますね。うん、ですね。本当に人に蹴られたり孤独感みたいな、本当に痛いっていうか、うん、落ち込むようなとか、もう胃がキリキリするとか、はい、不安と恐れでこう気を失いそうという人もいらっしゃるでしょうね。そういうこと、そんな目に遭わされる人もいると思うんですよね。だからそれは自分の欲が勝ったから、はい、うん、時代を見誤って投資してしまったりとかするんでしょうね、うんうん、まあじゃあね、はい、いくつになってからも、ね、いろんなあの改め方ができると思うので、うん、なんかはい、今日だけども本当に投げたものはちょっと時間がずれて人生の後半に帰ってくるっていうのは、ね、もう絶対の法則ですね、はい、改めてね、あの身を正したいと、はい、思います。ありがとうございます。さあ、この番組では皆様からのご質問ご感想を募集しております。詳しくは北川先生のホームページ、もしくはメールアドレス北川アットマーク KIQTAS.jp、北川アットマーク KIQ アルファベットの QTAS.jp までお寄せください。さあ、そして、もう間もなくですね、9月25日、26日、楽進会の、合宿交流会が南大国で、行われます。そして、続いて10月23日、24日、こちらも一泊で同じく大国の、温泉宿サンガで、満月の夜の勉強会が、
合同、こちらも研修会という形で行われます。どちらも先生どなたでも参加できるんですか？あ、そうですね、ぜひ今まで知らなかった方たちが仲間に入ってくれれば、はい、なんか楽しいなと思います。はい、はい、ぜひ、こちらホームページの方チェックしてみてください。さあ、そして同じく、2022年、今年も、来年ですね、カレンダーが、できます。先生の素敵な写真と、言葉を、楽しみながら毎月、めくっていく、そんなカレンダーの方ももう2022年版の予約を開始していますので、はい、こちらもぜひ皆さん、今年のもよくできたので、はい、よくしますね、ぜひ、はい、お買い求めていただければありがたいです。はい、こちらも先生のホームページの方をチェックしてみてください。ということで今日は第245回をお届けします。245回か。はい、北川先生ありがとうございました。ありがとうございました。